はいどうもみなさん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコンインイスタリアムリプレイ、エイダー、GMT、GM と6名柄チャート分析していきますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日がですね、8月の6日土曜日週末、今週ね、最後の動画となります。えー、時間がですね、午前11時20分というところでね、今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ、パワーということでですね、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ち予報、々日々配信しておりますので、今日の動画を見て、参考になったの、 富ミノト面白かったら、って思っていただいた方は、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、えー、週末ですのでね、えー、明日日曜日はお休みとなります。えー、次の動画はですね、来週月曜日、週明けになりますので、ぜひね、そちらまで少々お待ちいただけたらなというふうに思います。はい。では、早速ね、始めていこうかなというふうに思いますが、 まあ一応ね、告知だけさせてください。まあ、もう昨日ね、おとつい、えー、昨日のら、えー、動画でおとついのライブ配信で、がっつり、まあ、告知したし、説明もしたので、もうほぼほぼまあ大丈夫かなと思いますし、今日の告知で、あー、気になったなと思っていただいた方は、昨日の動画の、えー、チャプターをご覧ください、えー。キャンペーンの説明の部分、えー、チャプターにね、えー、組み込んでますので、そちらクリックしてもらったら、キャンペーンの内容をね、話している部分に飛べますから、えー、そちらで、えー、詳しい内容はご確認いただけたらと思いますが、まあ、もうただ単に簡単に申し上げますと、入金も必要ありません。 えー、先着150名様に、えー、30USDT、まず、あ、俗に30ドルですね。えー、日本円でいうところの4000円、えー、配っちゃうよっていうことでございます。はいまあ、ただボーナスなので ねえー、とそのまま出金ということはできませんが、えー、バイビットの場合ですねそれをそのままトレードすることができますのでそのトレードをした結果利益となった場合は出金することが可能ですから、えー、ぜひです、ね、この機会にまだちょっとトレードしたことなかったんなっていう方でデモトレしかしたことないんだなっていう方も含めてですね、えー、実際自分の、まあ、ある程度お金として、えー、扱える部分でトレードすることによって得られる情報であったりとか経験っていうのはまあ とても,大,とてつもなく大切なことになりますから、ぜひこの機会にですね、えー、一歩踏み出してみてはいかがでしょうかというところでございます。はい、簡単3ステップ、まあ、これだけちょっと説明しておきます。えー、まずね、僕のリンク、えー、動画の概要欄をご覧ください。一、えー、僕のリンクから講座を解説する。で、丸2、えー、MT4 起動する。まあ、ログインするという形ですね。MT4 のアプリをダウンロードして、バ、え、イ、ー、b i t の講座をと,、えー、と連結させると。連携させるというところですね。えー、で、えー、MT4 を 起動させるうん、そうやねはいで丸さんが KYC 本人確認のレベル1を完了させるクリアさせるというところでございますはいまあこの詳しいやり方は、えー、先ほども言いましたが昨日の動画のチャプターでね、えー、そのキャンペーンのところだけ抜粋して見ていただけたらなという風に思いますのでぜひですね皆さんこのキャンペーンを使って え30ドルゲットして要はノーリスクのねボーナスを使って一度ね自分のお金としてトレードしてみるっていうの一歩踏み出せるチャンスかなと思いますのでぜひこの機会を活用していただきたいなと思いますはいということでねもう今日はコンパクトにまとめて早速ですねチャート分析に入っていこうかなと思いますはいではまずですね皆さんに見ていただいてますのはいつも通りビットコインからいきますがビットコインの冷やしですねはいでまずねこれちょっとこうなんでこう縮小した図を皆さんに見てもらってるかっていうとこのね ウェッジ。えー、この、ここが上限ね。赤いトレンドラインね。ここが下限、この2点ね。2点で引いてる下限のウェッジ。このウェッジをちょっとね、頭の中に描いておいてもらって、ちょっと今の現状のね、値動きを、よいしょ。見ていきますよっていうところです。ほい。まだ冷やしよ。よいしょ。ここね、ぐいっと引っ張ってくると、ここがさっき言っていたウェッジの加減ですね。これ。この赤のトレンドラインね。これがウェッジの加減。 これ見てください。綺麗に裏表で効いてきてるんですよ。なので、やっぱりここのね、ウェジの加減が効いてきたというイメージで、まあ今のところいいんじゃないかなっていうところです。はい。で、まあ一応ね、今現状この黄色のチャンネルも効いてますから、まあ要はこのもう一回落ちてきたとしても、ここですね。ここ。 えー、大体価格帯でいくと、まあ、このまま素直に落ちたらの話はで、ね、22,500ぐらいかな、うん、この辺りを割ってくるんであれば一旦、えー、もう一段下まで見ていかないといけないんじゃなかろうかというところですただまあねレンジの上限というところもあったりするのでただねここはもう一回大きく抜けられてるから、まあ、多少鮮度としては落ちてます、はい、なので、まあ、今現状直近で言うのであればこのウェッジの影 ののの割れプラスこの黄色のチャンネルですね直近で一番効いている黄色のチャンネルの、えー、加減ここを割ってくるのが一番、まあ、打撃的にはでかいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、ここ割れから一旦下目線に切り替えるでまあ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 いいんじゃないかなというところでございますそれまでは基本的には上目見ていってもいいんじゃないかなというところで今のところ僕は見ておりますのでざっくりとねはいでここからの先の値、ね、動きは、えー、短期的にね、えー、見ていきたいなというふうに思いますがそこからね4時間視1時間視で、えー、解説していきたいなというふうに思いますはいで僕の中でこれ上上 あるんやったらもうここっていうのがもう見えてるので見えてるというか僕的にはでこれ別に僕が未来から来たわけでもな,し、えー、ないし、えー、チャートの右側が見えてるわけじゃないけど僕的にあここ抜けたらもう一段上に上げれそうだなっていうところがもうあざっくりあここやなっていうのが見えたのでまあこれに関してはもう昨日も言っててんけどこの赤いゾーンですねだいっい、えー、と2万3500付近2万3400ぐらいから2万3500ぐらいこの辺りって、えー、ここですね、えー、サポートもしてる、ね、レジスタンスもズラズラしてますね 要は、サポレジ転換、レジサポ転換したポイントであると。今回もそうですよね。直近も割れてると。割れてるじゃないわ。えっ、ー、と、抵抗されてるというところなので、ここで、例えばやけど、まあ、若干崩れてはいるものの、おつんつんチャートですね。この形で出てくるのであれば、結局、まあ、ね、ネックラインが、えー、23,500っていうところになりますね。ここを上抜けれるんであれば、ロングのチャンスは、えー、あるんじゃないかなというふうに思ってます。その場合のターゲットを一度ね、あの僕の目線でし、えー、とお伝えしておきますが、直近の高値ですね。24,600、えー、24, 600, 700くらいかな。 から、えー、24, ぐらぐいまでこののりね直近の高値プラスこの黄色のチャンネルのチャー線ですね中央線中央線ここがまあターゲットとなるんじゃないかなと思いますのでまあブレイクアウト、えー、ブレイクアウトから狙っていくのもよし、えー、いつも言ってますがブレイクアウトで、えー、お試し。 おたろんですねお試しロング入れてもらってその後押おしめで再度ここでサポートを確認して割れたらそのねお試しロング分は損切りしてもらうもしくはサポート入るんやったら本玉を入れて再度2万約1000ドル幅ぐらいですねを狙ったロングを引っ張っていくみたいなねこれはまあ一つありよりはべり今そばにかなというところで思っておりますのでこの辺りはですね是非参考にしていただけるといいんじゃないかなというところでございますはい。 たださっきも言った通り要は今現状その23,500っていうところが僕の中では一番強いレジスタンスラインは意識ラインとして見ておりますので逆に言うとここ。 これはもういつも言ってるけど、あのー、情報は両方よりも、要領を守って正しくお使いくださいっていうところなので、ロングの方は、ここ抜けたあとは意識ラインを抜けられてるから、ね、ショートの人の損切りとかも入ってくるし、えーね、この辺りは、えー、ロングの、えー、きっかけになりそうだなっていうところですが、逆に言うとここでショートを打たれやすいっていうポイントでもありますので、えー、ここを背にショートっていうのは一つ全然ありですね。ショート目線で言うのであれば、ここの抵抗体っていうのは背にショートは一つありと。はい、なので、どっちかっていうと背が近いのは今、ショートですね。なので、この辺りからショートを積んでいって、で、2万、えー、3 0 ここを抜けられるまでは、えー、売り上がっていくみたいな形ね。はい、で、急落するのであれば、えー、さっき言ったみたいに、ここがターゲットになりますから、だいたいね、目安的に、大体2万2500ぐらい、だから、まあ、上下1000ドル幅ずつぐらい、あの今のところ、どっちも取れる、えー、チャンスがあるのかなというふうに僕は見てますので、あのこのあたりはですね、えー、自分の取りたいポジションと相談する、自分の、えー、見ている時間軸で、えー、相談するっていう形でしてもらって、えー、目安にお使いいただけたらなというふうに思ってます。はい なので、まあ、ショートで行くと、今の、えー、直近ですね。22,500が、えー、背にしたショートが1個目。で、もしもう1個ショートするのであれば、1回ここの22,500抜けた後の、ここですね。もう1回ここを割りに来たここですね。ここがショート。もしくは、ここで上がってきたところをショート。戻り売りの狙ったショート。まあ、これがまあ、3段階のショートの、えー、今のところの目安、取りやすいところかなと思います。で、僕の中でロングが取り、ロング取りたいなと思うところは、ここのブレイクアウトを狙っていくか、 はたまた押してきたところ、ウラタッチングローペースのパンパススい。えー、これは特に投資用語ではございません。あくまで有機用語になってますので、あのー、投資をやってる人イコール、このウラタッチングローペースのパンパス買いが、えー、通じると思うのは一切やめてください。えー、それであの恥をかいたりとか、笑われたりとかしても、えー、僕は一切責任を負いませんので、ねえー、そちらだけご理解、ご了承いただいて、ウ、え、ラ、ー、タッチングローペースのパンパス買いも、こちらもね、用法、用量を守って、えー、正しくお使いいただけたらなと思います。ただ、 勇気のチャンネルを見ている友達を、友人を探すという面に関しては、100点の威力を発揮すると思います。裏タッチングロベスのパンパース街、これを分かる人は、もう間違いなく僕のチャンネルを見ていますので、それに関してはですね、トレードをしていて、仮想通貨のトレードをしていて、勇気のチャンネルを見ている友人を探すというね、この狭き門、ね、あのキルアの家でいうところの一番最初の、この一番ちっちゃい,もうい、もう開けるぐらいの勢いの分であればお使いいただけますので、この辺りはですね、 塩の、えー、注意はでもう一個がさっき言ったみたいにここですね直近の安値付近、えー、22,500くらいこの辺りまで落ちてきた場合はここもロングで、えー、考えていきたいですねはいチャンネルの加減もあるし直近の安値もあるしねもしかするとこの大きめなダブルボトムっていう形になるんであればまあどっちみちね幅値ね幅1,000ドル幅ぐらいになるんですが上上値余地はねただここで取った場合はえー ここのね、てっぺんまでで一旦、えー、1000ドル幅取る。で、そのまま、まあ、例えばやけど半分に隠して、残りの半分上抜けた場合は、もう半分ね、1000ドル幅の上値落ち出ますから、まあ合計2000ドル幅取れるような形にもできますし、まあこのあたりはまあ一つチャンスなのかなというところですね。ただもう圧倒的にもう22,500っていうところ、まあ要はチャンネルの加減ですね、もしくはウェッジの加減。 えさっきのののレベルのウェッジの加減ここを割ってくるんであればもう圧倒的に下目線に切り替えざるを得ないので、まあ、この辺りはですね、えー、ショートでしっかりと取っていくという形になるのかなというところでございます、はいまあ、ただ一応さっき言ったみたいにねちょっとあの鮮度は落ちたもののレン,レンジで、えー、と考えていた上限のこの白のゾーンですねここのサポートというのはある,あるかもしれないので、うん、一応注目はしておいてもいいんじゃないかなと思うので、まあ、割れた後こっから。 ここまでは一旦子隅の範囲でいいんじゃないかなと。要はノーポジ、ノーポジ期間ですね。はい。でいいんじゃないかなと。で、このレンジの中に入ってきたら、それこそえ1万9000ぐらいまでまたね、再度え見ていく形になりますから、えちょっと長,長、長旅のね、ショートを拾えるかもしれないし、まあ、このあたりはですね、まあ、リスクを取るのか、まあ、取らないのかっていうところですよ。 ねえーまあ、ハイリスクは全部、まあ、正直 FX っていうもの自体がもう基本的にはハイリスクなんで、まあ、その代わりハイリターンが望めるっていうね、はい、なので、まあ、リスクを限定するっていう意味では、えー、とさっき言ったみたいに一度抜けるまで待ってもいいんじゃないかなっていうところやしいやけどもうリスクは分かってんねんとただ村ラインもしっかりで明確に背、えー、ができるからここに関しては取っていっていいんだっていうねあのまあ冷静に判断できる方であればこの辺りの戻ってきたところを打っていってこの辺りはちょっと、えー、注目して、えー、抜けたあとはそのままそのショートを引っ張っていくみたいなね、えー、方法もあるのかなというふうに思いますので のでえー、この辺りはですね是非、えー、参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はいで4時間足レベルやとねまあここにちょっと下ひげがあじゃあ上ひげが長い陰線が隠れてるんですがまあ、ざっくりこの逆三尊 っていう形にも見えるのでね、まあ、どっちみち、ね、ネックラインは2万3500、えー、かなというところですね、はい。ここ上抜けたら直近の高値まで、えー、上値余地が出るんだよというふうに見ておけば、まあ、特に問題ないのかなと思いますので、まあ、短期的な上も、えー、取りやすいし、えー、直近ね、えー、短期的なショートも取りやすいしというところなので、まあ、このあたりはしっかりとね、明確に自分の中でシナリオを作って、えー、トレードに当てはめていってみてください。はいでは、そんなところでビットコインは以上で終わっておきまして、続きましてが、イーサリアムですね。 これね、またね、来てるね。イーサーが強いイーサーを言う時が来たね、またね。ただ今現状がね、直近の高値まで来てて、で、なおかつね、これあの、イーサーは週足見せとくけど、まあこれもずっと言ってましたね。この白のゾーン、週足の。これはもうかなり意識されてるゾーンです。もう見てもらったら分かるよね。 もうタッチングタッチングもうタッチタッチここにタッチワッホですねワッホの状況になってますのでもうあなたからタッチなのでまあここに対してはもう完全に裏タッチですね今現状ねなのでここで抵抗されるとはまあ全然やむなしなのかなっていうところですが逆に言うとここを上抜けてくると2000ドル乗ってくるんじゃないかななんてもうなんて夢まで見れるぐらいのまあポイント 週足レベルのポイントになってますので、まあ、ここ抜けれるかどうかっていうのは重要なんだよっていうところは押さえておいてください。この白のゾーンね、い体1700前半ですよ。1750ぐらいまで乗せてこれて、えー、そこを週足で例えば実体で固めれる。今週あと土日でありますよね。とかなってくると、一、まあ、つ巧妙、えー、じゃないかなと。えー、一筋どころかね、あの30筋ぐらいの巧妙が見えるんじゃないかなという感じの、えー、今現状ですよというところですね。はい。で、今現状がそこまで、えー、上がってきてます。で、ビットコインでいうと、まだちょっとね、この えー、イーサレアムの同じね赤いゾーンがあるんですがここぐらいまでしか、えー、ビットコインで上がれてないんですよだから今どっちが、えー、ビットイーサビットイーサビットイーサイーサって感じかなイーサレイディアムの方が若干強い感じのイメージには見えますチャート見てるとねはいでまああのデータの鬼のねあのオックンっていう方がいらっしゃるんですけどツイッターに、ね、<laughs> もうちょっとあの解読するのは難解なんですがあのデータの鬼のオックンも書いてましたがやっぱり今のところイーサの方が強いんじゃないかとあのイーサ えーと、このね、くの字ね、あの大なり小なりなんですね、えー、イーサの方が強い状態で B、B って書いてあったらね、多分イーサリムの方が強いよって言ってくれてるんじゃないかなと思うんだけど、まあそんな感じ。うん。にも見えますよと。チャート自体もそういう風に見えるので、データで見てもそんな感じなんだよというところですね。はい。ま、だただよ、こっからですね、動き的には警戒しないといけないのが、やっぱりこのダブルトップね。 このダブルトップは警戒しないといけない。で、明らかにネックラインが今現状最強のサポートでありレジ、レジサポ転換点である、えー、1590、まあ1600ですね。っていうところになりますので、もうここあったら一旦やっぱ撤退ですね。はい。ここあったら一旦、えー、下落、余儀なし、えー、よ、ん えーと下落余儀なしじゃないな。うん下落に、下落しても仕方ないですね。簡単に言いました。もう噛み砕きましたね。難しい言葉が出てこない年頃になってきました。39歳。今年39歳になりましたね。はい。えー、最近、あまり言葉が出てこなくなってきました。頑張って喋っていきたいなと思います。ボケ防止のためにね。はい。えー、で、まあ一応、このダブルトップは警戒と。で、そうなった場合は、やっぱりね、この幅分落ちてくるって考えたら、もうイージーなんですよ、見え方が。ここまでですね。大体いい、ざっくりやで。ざっくりここまで。直近のやつね、付近まで見ていくと。ね。そしたらもう3層見えてくると。あもうみんな大好きの三層 一緒に踊っていこうよということでさ3つ ひーがきーってまだこの時には言えるでしょみんな大好きなニブラが聞けるでしょまあそこまで待っといてくださいニブラ聞きたい人はねはいまあとりあえずまあここのダブルトップ型の三層になってくる可能性が出てくるというところですねこの1600付近終わってくるのであればっていうところを見といてもらったらもうイージーにえーシナリオをもう僕の動画を見ててもうちゃんと用法要領を守ってちゃんと自分でシナリオを作るっていう行動までやってた方やったらもうすぐにシナリオが出てくるはず今やったら直近じゃ何ですかと性が近いのはどこですかもうこれはもういつも聞いも キーワーワドですよね皆さんに、えー、もうハートにタトゥーハートゥーねあの心の,あのアルバムのしおりにちゃんとつけといてやっていう話をしてましたがえっ、ー、と「背はどこですか?」っていう、えー、キーワードを入れたら今じゃあどこですかと、えー、じゃあもうざっくり見た時に冷やしの 100EMA ですねこれもぴったり抑えられてますよねで週足のさっき言ったみたいに、えー、分岐点1700前半 ここですね。水平線。ここで抑えられてますから、じゃあ、どこが背が近いのじゃあ、ショートですよね。で、ショートで一旦どこまでターゲットを狙えますかじゃあ、次、さっき言ってた、サポートライン。 えー、見えましたよね先言いましたよねじゃあここまでの、えー、ターゲットのショートが打てるでしょうとはいでここ終わったら、えー、そのままね半分、えー、利確をしてショート引っ張っていくもよしね一旦利確全部してしまって終わった後に戻ってきたところ打っていくもよし、えー、これはもう人それぞれのマイルールがありますからそこは自分の、えー、ルール、えー、シナリオに当てはめて考えてもらうとじゃあじゃあじゃあゆうきさんと「ロングはいつ打ったらいいんですか?」と「私ショートじゃなくてロンガーなんです」と「私ファンデーションは使ってません」っつって。 ショートは使ってませんってねあの、ロングしか使ってませんっていう方は、えー、基本的にはやっぱ1700前半、上抜いてからの1700前半、ここですね、の裏タッチングロベースのパンパースガえー、使,用使用には注意点がございますので、裏タッチングロベース、パンパース買いを、えー、仲間内で喋るときはお気をつけください。えー、まずは勇気の動画を見ていることを確認するのか、えー、使うことによって勇気の中、中勇気仲間を発見するのか、えー、こういった用途で、ね、使い、使用することができますので、こちらは、えー、注意点を守って、えー、ご使用ください。はい、ロングを使っていくと。 はいで、もしくは、えー、さっき言ったみたいに、この形ですね。ここで、再度、1600っていうところで、サポートがバッチ受けてるわけですよ。で、さっきは、ショートの利確ポイントって言いました。ただ、これに関しては、ちゃんと脳内変換できる方であれば、あ、なるほど、じゃあ、ロングの、えー、エントリーポイントになり得るんだなっていうところは、もうすぐに転換できるはず。もう、シュシュッつって。 もう冷えのも残像だぐらいの感じでもう、うん、残像だっつっても、うん、どんだけっつってねもうなってると思う頭の中でなのでまあこのあたりは、えー、しっかりと脳内で変換して予報要領を守ってお使いいただければシナリオ作りにはお役立ていただけるんじゃないかなというところでございますはい僕の中でもイいざりゃもこんなぐらいしか見てない <laughs> なのでもう冷やしで十分 <laughs> ぐらいの感じですけどまあ一応ざっくりね、えー、見ていきましょうかただねこれに関してはねもう昨日の動画で言ってたんですがこれはまあ昨日の動画見てあの絶対言ってるから あの、取れてる人はもうあの、勇気の動画を見てて、ここを取れない人はいない。うん。短期的な話だね。ここのダブルボトム。ね、ダブーですね。これに関してはまあ、4時間足レベルのまあ、そこまでの範囲幅もないボトダブルボトムなので、もう軽く下唇噛んでもらうだけでいいです。ダブーですね。ダベダビアダビオンかもしれないです。ダビオーンかもしれないです。うん、ダダビオン。うん、ダビオ,ーン,のダビオーンの上抜けした後、はい、ここ見てください。裏タッチングロペスのパンパスガイですね。これが裏タッチングロペスのパンパスガいと言います。はい。 ええすごい早口みたいでしたねはいあの実際早口なんですけども私はですねあの僕の動画を1.5倍で見れる一つのなかなかの耳をも耳の持ち主ですよはいえビ、ー、だンの、えー、上抜け後の裏立ちのパンパースガイがきっちり決まっていますよとはいでターゲットがまあ一応ね直近まあ一番週足の強いところでありなおかつまあ直近の高値圏であるので本間は本間はえでダブルボトムのセオリーでいくんであればまあここが大体ねくらいんですよ このざっくりねこの辺りでここが、えー、お尻の先ですよねじゃあこれだけ幅ネックラインから上に伸びてくるっていうのがまあ、セオリーですからざっくりね そしてもうちょっと上まで狙えるんですがやっぱあくまで強めなレジスタンスライン週足レベルの抵抗体があり直近の高値圏であるっていうところも考えればまあここまで引っ張りたい気持ちは分かるものの部分的に理覚を挟んでもいいポイントじゃなかろうかとまあちょっとねあの心の雑し半ばですが一旦部分的な理覚を挟んでちょっとポジション軽くしてここからの急落にも備えてね要は大部分大きな対局で見た時のダブルトップだったですねにも備えておくっていうのも一つ手かなというふうに思いますねこのあたりまあ一つぞり 俺の、ね、考え方があるから、まあ、どれぐらいリスクヘッジをしたいのかそれともいやいや俺は全量で、えー、全量で、あのー、行きたいんやと。 <laughs> ポジション持っていきたいとねと。全ロットを持っていきたいんだと,、ね、と。俺は海賊王になるんだっていう方はもうそのまま持っていって,てもらってもいいと思うし。はいまあ、ここはもう、ねあのー、自分の、えー、ルールに従って、えー、シナリオを組,組んでいただけたらいいんじゃないかなというところでございます。はいまあ、ただ、さっきの言ってたダブルボトムはきっちり決まってますので、まあ、それでいくと、まあ、目安的にはまあ大体1800くらいまでは見えそうだなというところではありますが、っていうところですね。はい、なここまで言ったらもう大体わかります、ねはい。ただ、これちょっとビットコイン,ではうビットコインとかもう最初に言うとかなんかの忘れてたけど、まあ、ここから土日なのでそこまで動かない可能性 ってていいいのははしておいてください、はい、土日はあまり動かないっていうのは、まあ、セオリーというかまあ基本的な流れなので、うん、あのー、かなりの大相場の時はあの土日関係なくもう窓バンバン開けていきますせと窓なんか閉めまへんでとフルオープンだと24時間フルオープンだと俺はアントニオ猪木だと。 元気ですつってね窓、まあ、ですか閉めますか閉めますか閉めませんってか上がっていく時もあるんですが、まあ、基本的な、あのー、こんな連日相場の時は土日は動きません <laughs>、はい、なのであのそこは加味しつつ、えーまあえーまあ、土日は触れない僕はもう日曜日はお休みとしてますので、まあ、そこに関してはまあ基本的にはそこまで、えー、もうずっとちゃんと見続けちゃうから携帯とか持っててもねそれはまあ,ある程度こう 切り替えてますけどね、まあ、そこはまあ人それぞれのやり方がこれもあるから土日しかトレードできひんねやっていう方はやっぱり短期的に、ね、ちょこっと幅でもいいから取っていってもいいほんのちょこっとなんだけどショートを取ってみたですねうん今のちょっとみんな忘れてもらっていい <laughs> <laughs> ここを天眼でにしてあのリップルに切り替えていくわ、はいえー、ではリップルに、えー、チャート分析席に移っていきたいなと思いますはいリップルに関してはうーん これに関してもね、僕の中では、この抜けたら上っぽいなっていうところも、あのずっとこれも伝えてたので、問題ないかなと思います。0.38ですね。ここ上抜けたらえ、ビットコインと同じ流れでいいと思います。直近の高値までえ引っ張っていけるようなロングが取れんじゃねえかなっていうところ。なので、まあ、抜けた後は押し目を拾っていくロングはありかなと。ありよりハべリ、今、まあ、そっかりかなと。ただ逆に言うと0.38っていうところは、もう直近見てもらったらわかるように、ここですね。1、2、3、4ですね。 はい、この辺りで抵抗されてますから、うん、この辺りで、まあ、同じくして抵抗されるのであれば、えー、ちょっとイーサリアムと似てますが、ここのダブルトップですね、えー、を組まれると。で、ネックラインがだいたい0.37ぐらいかな、になってくると思うんですが、そうなってくると、チャンネルの加減を試しに来るような下落になるんじゃないかなというふうに見てます。はい。なので、ここからは、えー、割れた後は、このね、幅分ぐらいの短期のショートっていうのは取っていってもいいんじゃないかなと。ただ、まあ、ま、え、ぁ、ー、チャンネルの加減。 ここ3点目の見るポイントになりますからここで効いてくるんであればこのチャンネルはちょっと、えー、強固なものになるであろうと、はい、抜けたらちょっと強めに、えー、どっちかに動いてくるであろうという形にも見えますから。 まあこの辺りはしっかりと、えー、チェックはしていくものの、えー、ダブルトップが組まれ直近ダブルトップが組まれるのであれば下目線と、えー、短期的な下目線に切り替えるとたださっき言ったみたいに0.38上抜けるのであれば上目線に切り替えるというか、えー、短期的なロングを取っていくと上目線に切り替えるってわけじゃないのよねうんあの一旦跳ねそうだなっていう感じに見えるから一旦ロングを取るとまあ冷静に判断ですねここはね僕も基本的になんかすげえパーリーピーポンになんかいつもなんか楽観的みたいな感じに見えるけどすっごい冷静にチャートを見てるのであのそこはご安心くださいちゃんとチャート分析はあのー 基礎に基づいてというかちゃんと僕の、えー、経験に基づいてちゃんとチャート分析はしてますそれを面白しがおかしく伝えるっていうのが僕の仕事だと思ってるので <laughs> 思ってるので、うん、そこはねあのご理解いただいて、えーえー、僕のチャート分析を、まあ、参考にするもよやし面白みだけ、えー、奪持って帰ってもらうもよやし元気だけ持って帰ってもらうもよやし、えー、人それぞれの僕のね動画の使い方があると思うのでそこも両方、えー、よりを守っていただけたらなと思いますはい もうだ、大いたいざっくりそこだけよ。もう、あとはもうみんな、さっきのね、僕の散々熱弁したビットコインのチャート分析とかを踏襲してもらったら、ほぼほぼ同じような、えー、シナリオを組んでいけると思うので、組み替えれると思うので、そこはもううまくね、えー、使ってください。はい。そのところよ、リップルも。いい <laughs> これでいいかな。はい。でじゃあ、エイちゃんいきましょう。えー、エイダちゃんに関してはねー、 うーんまあダブルボトムこれねちょっとやっぱイーサリアムが単独で強いっていうのがこれで見てわかりますよねこれ四時間足なんですけどイーサリアムはこの形からダブルボトムのこのネックラインねダボーのネックラインは超えた上での裏タッチングロペスのパンパス買いが決まってるわけですよただえーとエイダちゃんに関しては あのネックライン超えれてないんですよね実際じゃあここで短期的なダブルトップ組まれたらねこの辺りまで落としてくるから結局チャンネルの加減試しに来るからそこをまあ拾っていくかどうかをか考えるっていう感じかなでいいんじゃないかなというふうに思いますはいうんーそうやなだから、まあ、このままイーサリレムが強いまま続くのであればあるとも引っ張ってくると思うんだけど今ねだからえっ、ー、と ビットコインよりもアルトコインが強いというよりは僕の中ではビットコインよりイーサリアムが強いっていう感じなんですよ。でアルトが全般全部強いってわけではな,ない感じが今してるんですよねん。だからこの辺りちょっと難しい判断ポイントはすげえ難しいんですが。 この,このチャートのね形状を見ればあいいさ確かにこのネックライン超えて裏タッチやのにこれ裏タッチじゃないなと 25fm にタッチはしてるものの、まあ、裏タッチとは言えないなっていう感じにはなってるので、まあ、この辺りがまあ強弱の見分けるポイントになるかなと僕は思ってますなもうそのデータで見ていてもわかんないんでそれドミナンス見たりとかしたらね、あのー、それを習得すればわかんないけど僕はもうちゃちゃち感的に <laughs> 客観的にと あの直感的にを混ぜた場合、あの着感的にってなるんで、そこに関しては、しっかりとあの、有機用語として覚えといてもらえたらいいかなと。まあ、これ以上もい、多分、この今後、出てこないへんと思うけど、あの一応補足に、あのなんかこう、下にちょこっとだけ書いとくわ、米印してね。着感的にとは、<laughs> あの客観的にと直感的にを混ぜた言葉である。ね、造語ですね、有機のね。はい。えー、着感的に見てねあ、あのー、ざっくり見えてくるっていう部分があったりするので、 まあ、それでもやっぱりもっと信頼度が高くね、あのデータが欲しいという方は、あのそういったね、データの見方っていうのを勉強していただけたらいいんじゃないかなというところでございます。はい。まあ、とりあえずそんなところですね。まあ、えー、一旦ですね、この、まあ、これ見方によっては、これ1時間足とかで見たらあれかな。あ、まあ、今日カップイズハンドルっていう感じでもないか。 今一周、ね、4時間して見たらカップウィズハンドル的な動きもしてるんかなと思ったけどまあそう見えなくもない方なとは思うんですけどねこの感じねカップウィズヘンデリングリンデンリンンですね、うん、でネックラインがちょうどここでしょ、うん、これでいいと思いますざっくり見方はねはいなのでまあネックライン的に見ると0.52ぐらいかながネックラインになるような形になってると思うのでまあ、ここから上に抜けてくるんであればまあ、ちょっと、えー、動き的には好転するんじゃなかろうかというところですねちょっと冷やし見とこうか このね、直近の高値の切り下げラインの赤いトレンドラインあるでしょここの上抜けっていうところが成功するのであれば、ある程度上値予知出そうなんですよね。うん。まあ、ただ、このね、えー、と赤いゾーンっていうところも、まあ、確かにしっかりとね、レジサポ転換が起こってて、直近ね、ここね、レジサポ転換してて、で直近抵抗されてるというところにはなるので、まあ、ここはノーポジ期間になるかなと思うんだけど、まあ、抜けた後に走りそうな感じであれば、まあ、ブレイクアウト狙っていってもいいと思うし。で、この、えー、 赤いトレンドラインの再度下抜け で、えー、損切りする形で、えー、狙っていくのも一つありかなと思いますけど、まあ、この0.55っていうところは、あの55ランプ好きにはたまらないね、数字になってますから、あのー、ここでね、55って言われると、ガコっていう可能性があるので、まあ、その他場合やっぱり一回売られる可能性はあるかなと思います。あのー、これを目安にね、あのー、理覚する、えー、この辺りで、ね、ロング持ってる人たちが、えー、目安に理覚する可能性もあるしね、そうしたら売り込まれてドカーンみたいなこともあり得るから、まあ、ここはちょっと警戒ですね。ロングと、えー、ブレイクアウトでロング取った人も。 はい一旦警戒してもらって上抜けたら、えー、大体そうだな値幅的には本当にに0.65とかまあ0.1ぐらい0.1幅1ドル幅ぐらいガツッと上がってくる可能性もあるからまあここはそれを狙ってのロングっていうのはまあ一つありかなと思います。はいよいよしょ まあ、そんなところで見といたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。とりあえず、まあ、足のこの赤いトレンドライン、ここの上抜けっていうところはチャンスになり得るなっていうふうに僕は見てますので、まあ、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。で、ただ、まあ、0.55っていうね、あの、55ランプ大好き、えー、大好きっ子たちにはたまらない数字、ここを上抜けてからが、まあ、本格的に上値余地が出てくるのかなと思いますので、リスクを取って、ここからロングしていくのか、はたまたリスクは返しつつ、えー、 ダブルで例えばここでショート1回入って、で上抜けたら、えー、損切りしてで、目線切り替えて、上抜けた後は裏タッチ,ロ、えー、裏タッチングロペスのパンパス替えを検討するっていうね、切り替えパターンも一つありやし、まあ、このあたりはね、また皆さんの、えー、トレードスタイルに合わせて、えー、活用いただけたらいいんじゃないかなというところでございます。はい。そのところでね、はい。エイザちゃんはそのところでございます。では、えー、最後、えー、ズオムトゥーと、えー、ズオムティーと、えー、ズムですね。 えー、このか、えー、見て終わろうかなと思いじゃあ最後、えー、もうこれでけど言うことないんだわもうそのまま <laughs> の形保ってくれてるからもうほぼ言うことないですだからこのみんなが見てるのはこの3層だけでいいですよいしょこの3層ね左肩頭 右肩今右肩ですね右肩水準にいますから、えー、ここを否定する形でダブルボトムが出てくれば上足でどっちかっていうと背が近いのはロングですよね見てもらったら分かるようにここが背とするのであればこれ背,背を見つける時のポイントとしてはとりあえず自分が、えー、まず意識されてるかなと思われるラインに線を引くとポイントに線を引くとで線を引いた時にロ、えーソク足 が現状上にああるのであれば、えー、要は背が、えー、サポートラインになりますからじゃあ背はどっちですかって言われたらロングの方が背が近いよねと。 逆にローソク足がこうやってねその意識ラインの下にあるのであればここまで上がってきたら今度は抵抗対応はレジスタンスラインになりますからじゃあ背はどっちが近いですかって聞いた時にすぐにショートですねっていうの答えが出てくると思うはいなのでまあここまでえっ、ー、とーまあざっくり見ておけば自分が今ポジション的にロングを取るべきなのかショートを取るべきなのかっていうのはあのおのずと答えが出てくると思うので、まあ、このあたりはですね、あのー、自分でチャート分析してる人しか多分わからんと思う あ,のあとは勘で「ああ上っぽいな」とかって、あのー、ロングしたりとかしてるといい一生見えへんけど、えー、ちゃんと自分で線を引いてこれがねもう妄想でもいいんですよ。ま、妄想すぎたら困るである程度やっぱりみんなが意識してそうだなっていうラインに線を引くっていうのは、えー、重要なんですけど例えばですけど。 引くんであればね、例えばここここ,あここ線引けるやんであこここことこここうやって線引けるやんあちょっと待ってこことここで線引けるやんねあれこことここでも線引いてあれこことここであ五房線阿部 <laughs> の生命様ってなったらもうこれちょっと危険ですうんこれはもうちょっと危険なのでお気をつけくださいあのこんな,なんかもうなんか六房線で阿部の生命召喚できそうとかって思い出したらもうこれちょっとまああの一旦あのリセットする必要があります はい、ただ、まあ、一応線を引いてそれが意識ラインかどうかっていうのは正直その人の妄想なんですよ。だって世界全員トレードしてる人たち全員にさアンケート取ったわけじゃないやん。 全員にアンケートを取ってさ、全員がまあ、例えばそのうちの75%がこの22,500ドルのポイントを意識しておりましたっていうんやったらさあ意識ラインやなって分かるけどそんな誰にも分からへんからあくまで妄想なんですけどまあ大体意識してるところっていうのはやっぱりそういったところで、えー、こういった感じでね線引いてみたら分かるようにねあ意識されてそうだなっていうのが見えてくる3点て、えー、抵抗体があるじゃあここは抵抗体になりえるでなおかつ今ダブルボトムのネックラインにもなりえるじゃあ意識ラインじゃないのう って考えるという感じを持っといてもらえたら、えー、問題なくねあの基本的に線引いたりっていうのはできますから妄想すぎはへあ、ダメやけど、えー、基本的に、あのー、水平線チャンネル全て妄想ですから <laughs> 答えなんてないのでね、はい、なのでまあ自分の線を引いてでそれを、えー、根拠にトレードするっていうのが大事そしたらそれが根拠にトレードしていくことによって、えー、根拠っていうのは振り返れますよね観定振り返られへんなんでそこでじゃあロングって思ったって聞かれた時に うんわかんないプーってなったらもうあの反省できんのよ。反省も改善も修正もできんのよ。けど根拠をえ提示した上でここでロング取りました。でこういう根拠でした。じゃあ例えばその根拠があれここ抵抗体としては1点しか効いてないから弱かったなーっていうのが反省点になって次はじゃあ最低でも2点以上効いているえトレンドラインであり水平線を使っていくようにしようっていう改善点が生まれたりとかっていう形になってくるので。 だから僕はいつも言ってるように再現性のあるトレードっていうのがすごく大事。だから再現性を出そうと思ったら根拠が大事だし根拠がなかったら再現できんよね。だから根拠が必要。で根拠はじゃあどうやって見つけるのっていうのは線を引いてみる。で線を引いてみるのも、えー、やればやるほどどん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 精度が上がってくるからまああのちょっと時間をかかるのも知らんけど自分でちゃんと線を引いてみる。 これは僕がいつも言ってる用用法用理を守って正しくお使いくださいいっていうねね情報は、ね、っていうところに、えー、関わってくるので全て僕はあの言ってることはまあまあ,あのちゃんとしてるから <laughs> その真意をあの聞き取ろうとするかどうかっていうのはもうみんなの耳次第うんあのあ今日も面白かったなって思うのといや面白かったけどこういう発見があったなって思えるのとまたこれも全然違うからうん。 で、ジムちゃんもこれもずっと言ってるけど、基本的にはもう、この三角持ち合いの抜け方向、えー、見ていったらいいんじゃないかなと思います。これに関してはもうトレードはしてないと思うので、もうこれもずっと言ってるけど、まあ、基本的にトレードするんやったらメイン銘柄でいいと思ってます、僕は。うん、あまりにもあの下着、上髭が長いのって、あまりープトレードに僕は優位性を見いだせない、えー、タイプなので。 うん、あのそのボラティリティが楽しいという方もいらっしゃいますけどそれは僕にはないので、うん、基本的にはやっぱり、あのー、こんなね上ひげだ,だらけの、えー、チャートを作ってくるやつよりはちゃんとねあの水平線であったりとかトレンドラインであったりとかチャンネルであったりとかっていうのが効いてくる、まあ、要はある程度の参加者がいる、えー、銘柄を触っていく方が僕の中で優位性はあるのかなというふうに思ってますのでトレードはまあ今のところする必要はないのかなとはいなのでまあここから下に抜けてくるんあれば、えー、買い増していくようなタイミングを探していくし、ね、上抜けていく でああっってても、えー、ガツッと上ががくる可能性がありますからあの理覚するけあのゲームゾーン持ってる方は、ね、一旦逃がす、えー、原子を抜くようなタイミングを探していくタイミングにもなってくるやろうしっていうところで考え,てても考えておいてもらえてたらいいんじゃないかなと思います。 はい。ということでね、え今日は、えこのあたりで、今週はですね、え以上で終わりたいなというふうに思います。え今週もですね、え長々と最後まで動画をご覧いただきまして、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。え冒頭にも言いましたが、え特大キャンペーン中でございます。ぜひですね、あの、トレード始めようと思ってんねんっていう友達がおって、まだね、入金とかもちょっと怖くてできてないっていう方もね、あの、ぜひお誘い合わせの上ですね、えこの、え特大キャンペーン、もう、ただで30ドル上げちゃうから、あの、 まあ30ドル上げちゃうっていうか、まあ、トレードするためのね資金を皆さんにあのプレゼントしますからあのただまあボーナスっていう形になるので、あのー、出金はできませんけれどもまあ、えー、トレードには使える。 ね、しかもそれが100倍になれば、ね、何ドル分の、えー、ポジションが取れるんですかっていうのは考えてもらったら分かると思うんですが、ねえー、この機会にぜひですね、えー、最初の一歩初めの一歩ですね、えー、踏み出していただけるといいんじゃないかなというところでございます、えー、詳細に関しては、えー、動画の、えー、昨日の動画のチャプターからねキャンペーンの説明というところをご覧ください、はいでまあ、ざっくりもうある程度もう今の子だったら、あのー、概要欄の説明見たら、ね、あのできると思う だから簡単に言うと3ステップね簡単にねあの僕のリンクを使って講座を解説するで MT4 の講座を解説して起動する MT4 を起動する。 アプリをね、はい、で、えー、その後に、えー、KYC、えー、本人確認ですねのレベル1を、えー、完了させるクリアするっていうことですね。この3点、えー、入金も必要ないですね。入金1000と30ドルもらえるってなかなか珍しいからぜひですね、この機会を使って、えー、皆さんのね、初めの一歩,一歩にご活用いただけたらなと、お役立ていただけたらなという風に思います。はい、ということで、ね、今日は以上で終わりたいと思います。また来週月曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー